ミルテの果敢作品154は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲した、ウィンナワルツ。果敢ではなく、花嫁が被る花の冠を示している。ミルテの花束とも。新婚の皇帝夫妻1854年4月24日、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ・一世とバイエルン公女、エリーザベとの結婚式が取り行われた。同月27日夜、 コーフブルク宮殿のヨーゼフ広場に面した宮廷舞踏場において祝賀行事の一環として皇帝夫妻主催の大規模な舞踏会が開かれた。ヨハン・シュトラウス2世はこの舞踏会に指揮者として登場し、フランツ・ヨーゼフ1世への検定という形で皇后となったエリーザベトの名を冠したエリーザベト・ワルツという新曲を披露した。皇帝夫妻の婚礼を祝う作品であったため、 ハイドンの作曲したオーストリア帝国国歌、神よ皇帝フランツを守りた前が最初の部分に取り入れられている。後にエリーザベト・ワルツからミルテの果敢と解題された。ミルテは結婚式などの祝いごとに飾られる花であり、自治色は薄められたものの婚礼をテーマとする楽曲であることは変わらなかった。第1ワルツハットエビー・イノウエ P281 ABC ケンプ P80、エビー素長 P114, 加藤 P110。ありがとうございます。